こんにちは、あなたの理想不動産です。本日は、久々に駅のホームからのスタート。この駅どこだ？正解は、成増駅でした。なんでもこちらに、1K なのに、3階建ての、おかしな間取りの物件があるそうなので、今日も張り切って行ってみましょう。ではまず、成増駅の家賃相場を、復習しておきましょう。はいどーん。安い。それでいて小さな駅みたいに、住宅街しかありません、という感じではなく、駅前に24時間営業の声優もあるし、商店街もあるしで、やはり暮らしやすそうですよね。4月に入り、新年度がスタートしたわけですが、皆さんの生活に、何か大きな変化はありましたか？新入生の皆さん、入学おめでとうございます。新社会人の皆さん、ようこそ地獄の一丁目。あなたの入社した会社が、ブラック企業でないことを心から祈っております。そして4月になったとて、な圧倒的多数の皆さん、共に頑張りましょう。この時期は、新しいお部屋に引っ越したばかり、という方も多いはず。そこで、入居したらまずやるべきことを、いくつかご紹介しておきますね。一つ目は、室内や設備の傷を写真に撮っておくことです。入居前についていた傷は、全部写真に撮っておいて、退去するまで保存しておきましょう。賃貸物件は退去時に室内の汚れや設備の故障への、原状回復費用を管理会社から請求されることがありますが、入居前の傷を、ちゃんと写真に収めておけば、そこに関して責任を問われず、余計な費用を払わなくて済みますよ。二つ目は、家具の足や家電の下に、傷防止シートを貼ることです。さっきの話の続きになりますが、賃貸物件は退去時に床の傷の原状回復費用を請求される可能性があるので、冷蔵庫などの大型家電やテーブル、棚などの家具の設置場所には、保護マットや傷防止シートを敷いて、床に傷がつかないよう、対策することをお勧めします。そして三つ目が、害虫対策です。水回りの配管の隙間を縦で埋めたり、エアコンの排水管にキャップを取り付けたりしましょう。ちょっとめんどくさいですが、バルサンを焚くのも効果的です。これをしっかりやれば、ゴキちゃんと無縁な生活を送れるはず。三つほどご紹介しましたが、まだやってなかった。という方はすぐに取り掛かると、次の引っ越しの時に、やっといてよかったーと思うはずです。いや、それにしても、この街はアップダウンが激しいなー。駅と自宅の往復だけでも、結構な運動になりそうな感じ。あ、春っぽい花が咲いているぞ。皆さんにお伺いしたいのですが、これからお花見の予定はございますか？おすすめのお花見スポットがあれば、コメント欄で教えてください。私も行ってみようと思います。一人で。しかも仕事の撮影も兼ねて。と言っている間に、目的地に到着しました。こちらが成増駅5分の、1K なのに3階建てのおかしな間取りの物件です。何ですか、この要塞感は。窓の配置も独特で、サイズ感もばらつきがあります。こういう物件は決まって、内部がかなり面白いことになっていますので、今からワクワクしてきましたよ。ここから見ると、さらに要塞度が高まりますね。本日お伺いさせていただくのが、こちらのお部屋。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。なんじゃこりゃー。いきなりの螺旋階段。この部屋に住むと足腰が鍛えられそうだなー。シューズラックこそないものの、幸い、螺旋階段以外のスペースは、ガラ空きなので、シューズラックは、好きなところに設置しましょう。階段の下あたりは、物置としても活用できますね。意外とかさばる災害対策グッズなども、ここに置いておくといいんじゃないでしょうか。ふう。螺旋階段を登った先に、キッチンが見えました。そして、上を見上げると、さらに、螺旋階段が続いているのがわかります。これが、1K なのに3階建てってやつの正体か。伝わるー。
キッチンのフロアをざっと見てみると、隅にはイラストが立てかけられ、その隣には洗濯機置き場がありました。ではここから、改めてキッチンを見ていきましょう。角張ったオールステンレスのキッチンには、深さのあるシンクと、広めの作業スペースがあり、コンロは二口の IH でした。シンクの上には、二段の棚が設置されていて、壁には、給湯器リモコンもあるようですね。キッチンのそばには、換気用の窓もあって、開けるとこんな感じ。あくまでも換気用なので、全開にはならない気候になっています。ではここから再び、螺旋階段を登ります。これは、確実に人間の手が届かないところに棚があるぞ。つまりこれは、キャットウォークだ。勘の言い方は、このキャットウォークを見た時点で、すべてを悟ったのではないでしょうか。そうです。このお部屋は我々人間ではなく、猫ちゃんの暮らしを最優先に、考えられたお部屋だったんです。そう考えられると、あの螺旋階段も、辻褄が合いますよね。猫ちゃんを室内介しても、運動不足にならないよう、あえてメゾネットにして、螺旋階段を設けたんです。確かに人間は大変ですけど、猫ちゃんのためなら仕方ありません。ちなみに皆さんは猫派ですか？それとも犬派？ではここでいきなり、アナリソくん、ドキドキ二択クイーズ。問題です。私は猫派でしょうか？犬派でしょうか？正解は動画の最後で。自分でやっておいてなんだけど、このクイズ、需要あんのか？さあ、このお部屋が、猫ちゃんファーストの、お部屋であると分かった上で、3階を見ていきましょう。おお、壁にブロック状の棚がいくつも、用意されていますよ。これも、猫ちゃんの運動にちょうど良さそうですね。では改めてリビングをご覧ください。なるほど、ブロック状の棚の上から、螺旋階段の上にある、キャットウォークに行けるのか。キャットウォークは部屋の隅で折り返して、壁に設置された踏み場から、再び螺旋階段に戻ってこれる仕組みになっています。人間の私には、とてもじゃないけどできないゲートです。しかも今、床を歩いていて気づいたんですが、一見フローリングに見えるんですけど、実はこちら、木目調のビニール床タイルなんですよ。表面には細かい凹凸があります。これもおそらく、猫ちゃんが、足を滑らせずに済むような配慮ですよね。部屋の形が五角形とかなり独特なので、9.7 畳あるとはいえ、家具の配置に頭を悩ませそうです。こっちの窓の下にベッドを置けばいいのかな？あ、テレビコンセントを発見しました。あれ？コンセントの隣にある、この謎の蓋のようなものは一体なんだ？この扉を開ければ、謎が解けるかもしれません。オープンザドア。ここは水回り。ですがそんなことは想定内。何？猫トイレが2台置けます。そうか、じゃあさっきの謎の蓋は、猫ちゃんがトイレに行くための、キャットスルーだったんですね。謎が解けたところで、改めて水回りのチェックです。まずはトイレ。タンクの上が、手洗い場になっているタイプで、温水洗浄便座付き。壁には棚が2段ありましたが、これも実は猫ちゃんのためだったりして。続いて洗面台。猫トイレが置ける棚の上に、置き型の洗面器があって、鏡は両開きでした。お風呂場は、狭めの空間に浴槽を置いた関係で、洗い場が窮屈そうです。これはシャワーに入る時も、浴槽内で済ませた方が良さそうです。では最後にベランダに出てみましょう。ベランダは台形になっていて、さすが3階だけあって、眺めは良好です。この、道路を挟んで目の前にあるでかい箱は、おそらく中学校の体育館ですね。その右隣にあるのが校舎です。今は授業中だからかめちゃくちゃ静か。窓の両端には物干し竿置きがついていますね。向かいの窓を開けると、中学校の校舎がはっきりと見えました。よし、内見も終わったからランチだランチ。お部屋に入った時は気づかなかったけど、なんだこれ？
なんと、玄関の手前に、幕を張ることができました。なるほどね。配達員さんがいらっしゃった時は、荷物の受け取りの前に、この幕を張っておけば、猫ちゃんが勝手に家の外に出るのを、防ぐことができるのか。しまう時はワンタッチで元に戻るので、扱いも楽ちんです。今まで成増駅は、北口しか来たことがなかったので、ランチを求めて南口にやってきました。南口は南口で栄えているなぁ。飲食店がたくさんあるし、商店街の入り口もあるぞ。コッペタ島。私、給食で出た、コッペパン大好きだったんですよね。いいなぁ、久しぶりに食べてみたいなぁ、コッペ。こちらは、三代目模造、というお豆腐屋さんのようです。ほう、塩麹のおからメンチ。これは揚げ物だけど、体にも良さそうだぞ。というわけで買っちゃいました、塩麹のおからメンチ。おっと、自分で言っておいて、半分忘れかけていましたが。猫派、犬派の、ドキドキ、二択クイズの正解発表です。正解は、どっちも好きです。ハムスターなどの小動物も好きです。一時期は、モルモットを飼おうか、真剣に悩んだりしました。本日お伺いしたのは、成増駅5分の、1K なのに、3階建ての、おかしな間取りの物件です。間取り図がこちら。この物件は珍しいことに、猫ちゃんを3匹まで飼うことができます。猫ちゃんの多頭飼いをされている方は、お引っ越しも大変と聞きますから。そんな時は、こちらのマンションをご検討ください。また、このマンションに住むと、毎月の家賃から222円が、保護猫カフェの運営に充てられるそうです。愛猫だけでなく、保護猫ちゃんも一緒に守っていきましょう。マンション暮らしでも、猫ちゃんと一緒に生活したい、という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。生活する姿をよりイメージしやすい、穴場物件や、YouTube の最新情報なども、公式 Instagram で紹介していますので、物件好き、妄想好きの方は、そちらもチェックしてみてください。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄から、あなたの理想不動産、公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。